ヒマラヤケトゥスは約5350万年前に生息していた水陸両生の原始的クジラ類、アンブロケトゥスカに属す。道下には他にアンブロケトゥス族とガンダカシア族がある。しかし、本種をアンブロケトゥスカではなくより古いパキケトゥスカに分類する説もある。 推定された生息時期に間違いがなければ、基地で最古のクジラ類とされているパキケトゥスより50万年ほど古いことになり、こちらを最古とする認識に改められなければならない。ヒマラヤ山脈の麓で発見されたことから、ヒマラヤクジラを意味する俗名を与えられた。種小名サベスアンシスは、発見地の地名、サベス及び地層名にちなんだもの。化石は、古生物学者、 フィリップ・ギガー・リッチラによって、インドのヒマラヤ山麓は、シムラ丘陵にあるサベス類層から発見された。本種の生息当時は温暖で遠浅な、テティスカイとそれに面したローラシア大陸南岸地域で、あったところの岩層である。ワニのような生態を持ち、浅瀬で、待ち伏せ型の狩りをする、四つ足の肉食性哺乳類であったと考えられている。葉のエナメル質中の酸素同位体の、 科学的分析により、彼らが淡水域と海水域の両方の環境に適応したことが証明されている。必要に応じて海と陸の間を行き来していたのであろう。例えば水を飲むために、休むために、子を産むためにである。ありがとうございます。